こんにちは、サードラです。今回は第4回サベージガントレットの集計結果が出ましたので、そちらについてのご紹介と僕自身の結果のご報告もさせていただこうかなと思います。<music> 早速内容に入っていくんですが、第4回サベージガントレットの集計結果発表ということで、えー、こちらですね、サベージガントレットステージ4の集計結果が完了しましたっていうことで、フィールドが時空の狭間ですね、今回ネオテラノのステージになってましたね。で、えー、期間が8月25日、いつも通り金曜日スタートの火曜日終わりっていう風になっていまして、今回最速クリアタイムが2分34秒70ですね、になってまして、まあめちゃくちゃ早いですね。で、次にクリア率なんですが、これがなんと、 ともう一桁台に入ってきまして今回クリア率が7.0%となっております で今までがどんなに低くてもまあ30%とかあったんですが、まあ、今回は特に個々の動きも重要になってくるサベージガントレットだったので、野良でのクリアっていうのはめちゃくちゃ難しいステージだったんじゃないかなっていう印象ですね。で平均クリアタイムは8分12秒となってまして、まあ、スターランクボーダーなんですが、Xbox が7分で、えー、PlayStation が6分20秒で、s t e a m が早いですね、5分40秒。 といいう結果になっていますこれが今回のマスターランクボーダーになっていまして今回は結構ね世間的な声でもあったんですがエイムの面ですね結構ネオティラノの首と頭のウィジラン島などでのエイムっていうのが パッド操作だとかなり難しいっていう声が多くて、実際に僕もちょっとやってみてて、エイムがちょっとね、全部当てるというか、まあ9割とか8割当てるのが難しいっていうことで、ゼファーをね、途中から使ってタイムを出したんですけど、まあ結構今回パッド操作っていうのは難しいって感じた方は多いんじゃないかなっていう印象でした。で、えファイターランクボーダータイムに関してはもうこんな感じですね。まあ Steam が7分20秒で、PlayStation が7分44で、Xbox が8分ということになっています。で、ボーダーに関してはもういつも通りですね。スチームだけ めちゃくちゃ早くて中間にプレイステーションがあって XBOX がま7分とかっていうふうになっています。 で次にエグゾスーツの使用時間ランキングなんですが、今回はビジラントがね、やっぱりまあ強くてまあ、一番使われてましたね。その次にまあヒーラーとして一番優秀だったニンバスが使われてまして、でクリーガーはまあ安定的にクリアするために使ってた方も多いと思います。でその次にデッドアイでゼファーって感じですね。まあゼファーに関しては結構プレステ版とか XBOX 版の人が使ってた印象ですね。で次にリグ使用時間ランキングなんですが、リグ使用に関しては1位がシールドで2位がカタパルトですね。で今回特にカタパルトが 優秀でカタパルトを使うと割れてない方の使用に一気に飛んで攻撃を入れたりとかあと距離を取るとき、ね、衝撃波とかを避けるときにもカタパルトがかなり使いやすかったので、まあ、ここの2つが今回多かった印象ですね。 で次に次回開催日程なんですが、次回は9月1日、まあ、いつも通りですね、金曜スタートの、えー、火曜日終わりっていう日程でまた来ますので、もう早いもので次の金曜ですね、2日後にはまた次のサベージガントレットが来ますので、また次回もね、マスターランク入れるように頑張りたいなと思います。 で、一応今回の僕の最終結果なんですが、これはもう動画でも投稿させていただいていた通り、一応今回も時間がね、ちょっと取れなかったので、5分50秒というタイムで終わったんですが、プレスのボーダーにはしっかり入っていて、今回4回目で4つともですね、ガントレットマスターを今回取ることができました。で、動画内のボーダー予想でも言っていた通り、やっぱり6分前半ですね、出せれば、今回ボーダーに乗るよっていう風に言ってたと思うんですが、まあボーダー予想もしっかり当たっていたので、まあ今回はね、ギリギリだったんですが、えー、なんとか入れてよ 良かったなと思います、まあ、正直ね、サベージガントレットが毎週あるのめちゃくちゃきついんですけど、まあ、15回取ればアワードがね、一番いいアワードに変わりますので、あと残り11回ですね、頑張ってマスターランク入ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもエグゾプライマルの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ